機関バス機関バスとは、名古屋市交通局と名鉄バスが運行する機関バス路線の一つである。名古屋市交通局が運行する機関バスには2007年までミッキーの愛称がついていたが、現在は外されている。現在に系統ある。英語では、キールートバスと表記し、地下鉄の LED 車内案内のほか、最近では引山、茶屋が坂などのバス停でも見られる。 機関日市役所停留所ダイヤの間隔はほぼ地下鉄並みに設定されている。停留所の間隔を通常の系統より長くする。ガツ大金はバスレーン規制を行う。機関日市役所停留所こちらの停留所は展示ブロック上の歩行者が1万1車道側に転倒しても危険を回避できる構造になっている。以上により、 標定速度を向上させることを目標とする。1974年の名古屋市電の全廃以降、当時の名古屋市は、東京と比較すると軌動系交通路線網の密度が低いことや、福井の大きい幹線道路などがあり、自動車型都市とも言われるほど乗用車の利用率が高く、道路混雑が激しいため、早い時期から、 公共交通機関を優先するための対策を検討していた。機関バスの構想は、1979年5月に名古屋市総合交通計画研究会が提案したもので、鉄道や地下鉄と同等の公共機関路線という位置づけとして、地下鉄計画路線の実現まで、代替交通機関として整備するか、地下鉄計画は存在しないが、 機関的交通機関のの必要な地区に整備するといいう2種類の方向性が考えられていたこの交通システムの理想は、道路中央部に専用車線と停留所を設置し、停留所間隔は、地下鉄並みに800メートルから1キロメートル程度とした上で、バス優先信号を採用することで、交差点での停止をなくすなどの対応策により、標定速度の目標値を、 時速2 5トルに設定したものである。この構想には次の路線が含まれていた。これを受けて、まず1982年3月に、東高線1 0 5トルの運行を開始した。東高線では平均停留所間隔は7 5 0ルで、道路の幅員も4 0ルと余裕があり。 さらに鉄道との連絡箇所も多く需要が見込まれるという理由で選定された。ただし、道路中央には都市高速道路が通っているなどの理由から、中央走行式の採用は見送られた。なお、この半年後に当たる同年9月には、一般バス路線の中で運行便数の充実や冷房化などの重点政策を図る路線を、幹線バスと定義づけ、 基幹路線のバックアップ機能を強化する方針となった。システム導入後3年間の投稿線の状況は、表低速度が時速 13km から時速 17km に向上、利用者は60%増加した上、1986年の営業係数は77.2となった。基幹バスシステムの導入効果が、 明らかになった1985年4月には、さらに理想に近い基幹バス路線として新出来町線を開設した。新出来町線では停留所間隔は650メートルで、道路の覆員は一部で24.5メートルと余裕がない箇所もあったが、名古屋市営地下鉄東山線と名鉄瀬戸線の中間に位置し、鉄道網に恵まれない地区を経由するため、 整備効果と需要は共に多いものと見込まれた。また、新出来町線では、名古屋鉄道のバスと、相互乗り入れとした。システム導入後1年間の新出来町線は、表低速度が、時速 14.5km から時速 19.9km に、向上1986年の営業係数は87.6で、黒字となった。導入後の名古屋市が、 効果測定調査を行った結果、期間バスを良かったと考える利用者が83%となっていたが、沿道住民からの評価も良かったが50%となった上、自家用車のドライバーからも良かったという評価が38%を占めていた。期間1号系統は、1982年3月28日、開通。名古屋市交通局が運行しており、 名古屋市中区の栄と南区の笠寺駅、星崎、鳴尾車庫バス停を結ぶ。大部分の区間では、道路中央に名古屋高速道路の橋脚が存在するため、中央走行方式は断念され、バスレーンは道路の端に設置されている。バス停は一般バスと同じ施設を使用し、一部のバス停には停車しないことで、速達性を確保している。 このため、機関1号が停車するバス停には次に停車するバス停の表示が、機関バスと一般バスのものに分けて表示されている。また、運行担当営業所は、終点でもある、ナルオ営業所であり、全便ノンステップバスによる運行である。また、高速1号系統で運用するノンステップバスも送り込みで投入されている。この車は、 一般バス都市なので、機関バスとして運行する場合は前面に、機関バスというバスマスクによる大きな表示がされ、入り口扉の横にも、機関バスというサボが取り付けられる。2ステップ車のみだった頃は、他のナルオ営業所の車両同様三菱製の車両が使用されていたが、現在は高速1号系統の送り込みに用いられる一般車を除いて、 全社イスズエルガに統一されている。基幹バス2号系統、名鉄バス本地ヶ原線の路線図基幹バス、新出来町線は、名古屋市 A バス、名鉄バスが運行する路線である。名古屋市 A バスが、基幹2号系統、新出来町線として、名鉄バスが、本地ヶ原線として1985年4月30日、開通。バスレーンが、 道路の中央にあるのが特徴。名古屋市 A バスは、名古屋駅と名東区のいのししだ車庫、また、A と名東区の引山や森山区の四軒屋を、名鉄バスは、名古屋市内から、終わり朝日市を経て、瀬戸市の菱野の団地等を結ぶ。境では、市バスは、オアシス21内のバスターミナルに、名鉄バスは、大津通りの栄交差点付近の路上に、バス停がある。 市バス機関2号名鉄バス、本地ヶ原線過去に存在した運用区間、このうちの瀬戸駅前、赤津、長久手役場前から愛知青少年公園は機関バス路線の完全になくなった区間である。なお、太地部分の大津通引三観が機関バスレーンである。また、赤塚白壁は東行きのみの停車である。名古屋市営バス名鉄バス市バスの担当便、 上信営業所が主担当、イノシシ高大森は副担当。栄系統は上信、大森が名古屋駅系統は上信、イノシシ高が担当。かつては、名古屋の営業所と、イノシシ高営業所のみの運行であったが、2003年に名古屋営業所が閉所となったため、上信営業所が担当するようになった。副担当は、 これまでイノシシダカ営業所のみ担当であったが、新たに大森営業所が加わる形となった。また、四軒や八着の便はすべて大森営業所のみが担当する。名鉄バス担当便名古屋営業所が主担当、名古屋中央営業所は副担当。31系統、33系統、35系統は名古屋営業所のみが担当。 名古屋中央営業所は30系統を担当することが多い。2003年12月13日に名古屋市営地下鉄名城線開業に伴うダイヤ改正で名古屋市営バスが運行する区間が三軒屋まで延長。2004年3月1日に四軒家まで再延長され現在に至る。ただし、引山市県夜間は出入孤児の運行であるため、 便数は少なく特定の時間に集中している。なお、定期券の相互利用区間は変わっていない。料金も、三元屋から、先の部分について両社局ともに変更もされていない、ため、料金格差もできてしまった。注意点境引山は、名古屋市交通局と、名鉄バスによる、共同運行区間となっているため、以下の点に留意する必要がある。しバス 名鉄バスとも、後乗り前折り、運賃後払い制になっている。名古屋市交通局で、運賃後払い路線は本路線と名古屋ガイドウェーバス、ゆとりートラインしだみ線のみ。運賃の支払い方法、使用できる乗車カードなどについても一部異なる。境引き参観は共通の停留所であるが、境のバス停のみ位置が異なる。市バスは、 オアシス21内のバスターミナルであるが、名鉄バスは、大津通りの路上にある。引山市県夜間では、同一名の停留所でもバス停の位置が異なる。市バスの名古屋駅方向行きはイノ市白河ダカ発のみで、桜通り大津から分岐するため栄を通らない。また同じく市バスの四県や、引山方面からの便は、栄行きしかないので、乗り換えなしで。 名古屋駅まで行きたい場合は、名鉄バスに乗る必要がある。名鉄バスは、栄から矢場町、白川公園、下、広井を経由して、名古屋駅にある、名鉄バスセンターへ至る。なお、市役所停留所では、栄名古屋駅方面行きのみ、平日はラッシュ時間帯、交通局職員が、社外交部ドア付近にも台車に乗せた、下半式運賃箱を設置し、 バス停内の専用電源で作動させ下車生産を行っているが、名鉄バスの間にか定期券はこの運賃箱では処理できないため、バス車内の運賃箱にタッチする必要がある。交差点中央では、バスレーンは左に湾曲させている中央走行方式の道路では、限られた道路幅を有効に活用するため、道路中央の安全地帯は、交差点を挟んで、 ほぼ中央に位置し、交差点の中央では、バスレーンは左側に湾曲させている。交差点における各車線の進行方向指定は、四車線道路で、一般的な、ではなく、であるが、この状態では右折車が、バスレーンと交差してしまうため、ほとんどの交差点が、方向別に、完全分離した矢印信号となっている。このほか 右折禁止の交差点については誤って右折車が侵入することがないよう物理的に右折ができないような走路配置をしている箇所がある。この路線は中央走行方式に伴う停留所の構造によりノンステップバスの導入はされていなかったが平成19年度以降に名古屋市交通局が J バス製の大型ノンステップバスを順次導入し全車が置き換わった。かつては 名古屋市交通局の車両は名古屋の営業所と、いのしし営業所が運行を担当しており、名古屋の営業所属者が、三菱不走エアロスターを、いのしし営業所属者が、日の、ブルーリボンを使用していた。2003年に名古屋営業所が閉所となった後は、上市に営業所に移管されたが、これまでいのしし営業所に加え、大森営業所が、新たに、 期間バスの運行に参入することになったため、三菱不走車は、上市に営業所と大森営業所に、日野車はイノシシ営業所と大森営業所に分散して所属していた。名鉄バスは2004年から、名古屋市営バスに先駆けて、バリアフリー対応車両として、ワンステップバスを導入していたが、2008年から、名古屋市交通局に続いて、ノンステップバスを導入し、 2008年4月から使用開始してきた。これは、ハイブリッドシステムを搭載するなど、環境に配慮した車両であるが、ハイブリッドシステムが複雑なゆえに、車両故障等が頻発し、平成25年度新車導入のノンステップバスへの置き換えで、津島営業所や岡崎営業所などに転出し、期間バスから撤退。最終的に転出先で廃車となった。 座席数を稼ぐためにノンステップエリアに座席を増やした、結果通路が狭くなり、立脚の多い朝夕のラッシュには、他の車両と比べ混雑や、乗降時間が増大するなどの欠点があった。試験的に導入した4台はすべて水色の塗色だが、タワー青、大々、木、黄緑、緑、紫などがあった。新出来町線、本地ヶ原線の車両ギャラリー、 ありがとうございます。